えっと今あのご紹介いただきました佐藤と申します。えー、先ほどのですね加野田先生の講義では、うん、あのー、まあ。 分子とか原子とか電子とか非常にまあミクロの世界における秩序の形成でそれから物質にそれが集まって物質を形成するとそういったお話で最後にですねモアイズディファレンうという言葉を紹介していただいたんですけれどもえまあ私の今回のお話もそれにつながるようなお話でございますただ先ほどのミクロの世界から今度は人の世界にこう移ったお話 で、えまあ、人々が動いていてで、そしてその人々が集まってこう都市を作っているとで、その集まって作った都市についてのお話をおさせていただこうと思っております。で、あの私、あの経済学研究科に在籍しております。で、あの経済学という学問についてですね。あのまあ、おそらくあまり触れたことのない方からすると。 どちらかというとですね金にこだわるなんか学問じゃないか金の亡者じゃないかといった印象を持たれる方もいらっしゃるかと思います私もあの勉強する前はですねそういった印象を持っておりましたただあよくよく勉強してみるとですね経済学という学問はあどうも始まりはそういうところではなかったようだとで私があの聞いた限りでですね経済学という言葉がどうやってできたかというとですね、えー、とギリシャ語の オイコスという言葉といいいうううがどうも元になっているようです,でいすというのは家とか家計とか住んでいる場所を指すとでノモスというのはですねそういったところの習慣であるとか法律であるとか道徳であるとかあり方を問うというそういう意味があるようなんですねですから合わせて、えーまあ、人がこう住んでいる場所に関してそのあり方を問いかけていくような学問であるとそれが始まりであるというふうに教わりました。 その経済学の中で、えー、都市や地域に関わるお話を扱っている分野というのがございます。でその分野が私の専門とします都市経済学地域経済学という分野です。ですからあーそういったこう人が集まっている都市や地域に関わる、まあ、習慣やあそれから制度そういったものが望ましいのかどうか。 でそれを望ましくするにはどうしたらいいのかといったことを考えている分野だと思っていただきたいと思います。で、あの都市とか地域というものはですね、別に経済学が専,とあの専門にやってて、他の分野がやってないわけではありません。ですから、まあ、ちょっとですね、あのその世界をのイメージをつかんでいただくために、分野の紹介を少しさせていただこうと思います。 で経済学という分野がありましてで先ほど申し上げたようにこう人の在り方とかあ人のこうが関わる制度の問題を考えているわけですねでその中に都市経済学地域経済学という分野がございますでこれはあの都市とか地域に関わる問題を考えておりますで他にもたくさん分野があるんですけれどもその中でもこの都市とか地域に近い分野として国際経済学という分野もございます でこの国際経済学は国と国との間の関係を,を伝統的に考えていたのですけれども例えばあのヨーロッパの EU とかが出来上がってみるとですね、えー、人の移動が自由に行われるようになってでその国と国との間が国の中の地域と地域の間の関係に非常に近いものになるとそういった場面も出てまいりましたので、えー、まあこの辺の分野が接近してですね 空間経済学といった分野を形成するに至りました。で、さらにはその制度面のことを専門に分析している地方財政論とかとも関係している、そういった分野になっております。でもちろんですね、経済学以外で都市とか地域の問題を扱っている分野はたくさんございます。例えば地理学、人文地理学、経済地理学、そういったところでもこういった問題が扱われておりますし、社会学でも研究しているいらっしゃる方たくさんいらっしゃいます。 さらにはエンジニアリングのパートで土木工学とか都市工学といった方も研究されていてそういった方とも交流しながら地域科学というくくりでもって学会などを開催して交流をしているとそういう状況でございますなのでいろんな分野と交わりながら都市とか地域の問題を考えているそういった分野を私が専門にしているというふうに思っていただけると良いかなと思います で、えー、今日お話しする、まあ、人の集まりということですけれどもまず日本のお世界における状態をちょっと見ていただこうと思いますこちらの世界の人口と日本の人口を表にしたものですで世界にはあ、まあ、73億8000万人ぐらいの方がいらっしゃるとでその中で、えー、日本にいる方は1億2000万人ですから大体いい、まあ、世界の人口の60分の1の人が日本に住んでいると思ってください でこれがまあ多いと感じるのか少ないと感じるのかは個人によって違うと思うんですけれども住む場所との対比を考えてみると結構たくさんの人が集まってるなという気がいたします。と言いますのもこれはの世界の中の日本の地図みたいなものですけれどもこう面積で比べてみるとですね圧倒的にこう日本小さいわけですね。 で陸地の面積で比べますと世界の面積に占める日本の面積の割合というのがだたい400分の1程度だとになっておりますですから400分の1しか土地を持っていないそういった国が世界の人口の60分の1を抱えているということはですね、まあ、かなりぎっちりと住んでいる密になって住んでいる国であるというふうに考えたほうが良いと思います。 でじゃあです、ね、これだけ狭いところにたくさん人が集まっているんだからあさぞかしです、ねえー、みんな窮屈してぎゅうぎゅうと使えるところは全部使って住んでいるのかなと思うわけですけれども意外にそうではないですねちょっと右、えー、にくいんですけれどもこれ日本地図を拡大したところですね、えー、とこの、えー、緑色の濃いところは大体、ね、いい山になって人が住めないところですね。 で色の薄いところが人が住めるところで特に関東、関西、それから東海地方はあ、まあ、たくさんこう家が集まっているんですね。で、えーまあ、この様子、もう少し見やすくするために夜景で見てみます。で夜景で見てみるとです、ね、人の住んでいるところと住んでいないところがあこうくっきりとコントラストがついて見えるとで、関東地方などすごく明るいわけですね。で、えー、東海地方、関西地方と。 にえー、明るいところが固まっているわけですけれどもこのたくさんあの少ない面積の中にたくさん人が住んでいるさらにその中でごくごく限られた場所に人が集まって住んでるなというのがこの写真から見て取れると思いますで実際ですね都道府県の数字、まあ、ちょっとたくさん数字が並んでてちらちらしてしまうので赤で囲った部分だけ見ていただければ結構ですが。 えー、先ほど、すごく明るかったところをピックアップして眺めてみますそうしますと東京、大阪、愛知県この3つが特に明るかったわけですがそこの人口を見てみると東京都はですね1300万人、えー、人が住んでいるとでもちろんその隣の神奈川県もです、ね、900万人の方が住んでいますで大阪府は880万人愛知県は740万人 とものすごくたくさんの方々がここ住んでいるわけですね。でこの3つの都道府県、えー、合わせてみるとですね面積で見ると全国の5%に、えー、満たない面積しか占めておりませんところが人口で見るとですね全国の20%を超えます。 でさらに、経済活動の活発さを表すような指標である、えーまあ、県内総生産、GDP の都道府県版みたいなものですね、それで見ますと全国の30%以上を占めると、ですから、面積で見ると5%未満の土地に住んでいる人が2割以上で、かつ経済活動は3割以上を占めると。 ですからあ、まあ、狭い国、日本の中でもさらにその狭い領域にものすごく多くの人が固まって住んでいるんだなというのが見て取れます。じゃあ、この固まって住んでいる人たちの経済規模、人口規模というのがどのぐらいなのかというとです、ね、例えば南関東、えー、と東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県これを合わせると大体カナ,ダカナダと同じぐらいの規模になります。 人口規模で見てもそうですし先ほどの経済活動の活発さで見てもそのぐらいの規模になりますで近畿地方はですね、オーストラリアと同じぐらいの規模になりますで東海地方はオランダと同じぐらいの規模になるですから、まあ、ものすごく狭いところにですね、これだけたくさんの人たちが住んでいるということがわかるわけですねでそうやってたくさんの人が住んでいる場所は一般にですね、都市と呼ばれます でこの都市というもの、を別に今、たまたま偶然起きているものではございません、昔からですね人は集まって住む傾向があるというのはよく知られていて、で日本も、まあ、これ戦後だけですけれども戦後の状況を見てみるとですね一貫して偏って人がこう住んでいる状況が続いてきたんですね。 これは60年1960年からの数字ですけれども、えー、人が集中して住んでいる場所を人口集中地区と呼びます。これは一定の面積に占める人,人口密度があ,こうある一定数字以上高いところを足し合わせたようなものです。ただどれぐらい人が集まっている地域があるのかというのを見るためのものなんですけれどもその人口集中地区にどれぐらいの人が住んでいるのかというのを見てみると。 1960年には4割程度でしたでそれがですね一貫してどん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 上がってきてで2015年には大体7割弱でそれと同時にですねその集まってきている都市そのものもどん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 拡大してきましたあとで,でちょっと詳しくお話ししますけれどもその行政区分ではなくて実際に経済活動で結びついた 場所をこの都市圏というものを作ってみるとですね東京の都市圏はだいたい3500万人の大きさになりますで大阪が1200万人で名古屋が500万人ぐらいで、まあ、ずらずらと続いていくんですけれどもだいまあ日本でこの都市圏というのが作れるのが120ぐらいございます。 でその、まあ、都市圏にです、ね、住んでいる人の比率も一貫してずっとこう上がってきてるんですね。ですから、その、まあ、人がこう集まっているというのは、どうも戦後を見る限りでは一貫して続いているはずようだと、でさらにさかの遡ることができます。でこれはあの歴史人口学と呼ばれる領域の資料を持ってきたものでなんですけれども、歴史的な資料からいろんな地域の人口を推定するという研究が行われています。 でその研究結果を地域ごとに集計したものがございましてそれによってですね、まあ、なんとか江戸時代ぐらいまではです、ね、人口分布の様子がこう分かるんですねでその人口シェアをここにこう並べてみましたでそれを眺めてみますとこの数字はですね各地方の総人口に占めるシェアです でそれを見てみますと南関東のあたりそれから東海のあたりそれから近畿のあたりの数字が大きくなっているのがわかります。で例えば東海のところを見てみますとですね一貫して0.1前後ですから東海地方にはですね江戸時代から近年に至るまで大体日本全体の1割ぐらいの人が住んでいたというのがかかの観察できるわけです。 でさらにです、ね、近畿の方も、まあ、機内と機内周辺分かれてますけれどもそれを合わせてみると大体1割7分ぐらいの人たちが住み続けているというのが確認できますでこのようにですね大体こう江戸時代から人口分布日本の人口分布っていうのが、ね、かなり同じような状況が続いているんですねで唯一まあ大きく変わっているのはこの南関東の部分です ここだけはですね、えー、江戸時代の中期あたりからですね一貫してこう人が集中してきてでここの人口シェアが昔は1割ぐらいだったのがあ今ではあ3割に届こうとしていると東京だけがどんどん大きくなっていて後の部分はですねかなり昔から同じような状況が続いているというのが確認できます。 でこうしたです、ね、人口分布のパターンというもの、えー、これはですねあ,のある程度長年にわたって観察されてる,、まあ、ある同じようなパターンがあることが分かっていますで今回の公開講座のテーマが秩序ということですので、えー、こうしたまあ人口の分布それから人口移動に関わるパターン経験則そういったもののお話をしてみようかと思っております。 で特にですね、都市規模、を先ほどお話した都市圏というものですね、これに関わる経験則というのが非常によく知られています。で、その経験則とそれを生み出すメカニズムについての研究が近年行われて、かなり結果が出ておりますので、そのお話をしてみたいと思います。で、ただですね、あの地域の人口規模というものが、必ずしもですね、その移動だけで起きるわけではございません。 もちろん亡くなった方と生まれる方との差である自然増減というのも関わってきます関わってきます。でその自然増減についてもですね日本において戦後一貫して観察されているような規則みたいなものがありますのでそれについてのお話も少しだけしてみたいと思っておりますでこちらはですねまず最初に見ていただきたい図でしてこれはあの戦後の人口移動のパターンの えー、特に東京大阪名古屋圏、えー、関東周辺を足し合わせたものですね、それからあ大阪圏、えー、これは近畿地方を大体足し合わせたもの、で東海圏は愛知、岐阜、三重を足し合わせたものですね、えー、それを足し合わせて、えー、県域にしてで、その地域への出入りをグラフ化したものでございます。 で横軸が年ですね、えー、ですからここの辺が1954年からあ、まあ、2000年代まで,で、縦軸がですね、えー、転入超過数、ですからこの数字が大きければ大きいほど、そこの地域にたくさん人が入ってきたということを表します。 で赤いのが東京で、えー緑、緑が大阪、青が名古屋で、えー、そのどちらどの県域も、ですねいわゆる高度経済成長の時期に大きくプラスになっているというのが見えます。ですから、これは、まあ、あのこの三大都市圏にその時期にたくさんの人が流れ込んだということが分かるわけです。ただ、その後、ですね名古屋県はほぼこう安定した状態が続くと、出入りがないような状態。で大阪は若干 あの出ている人が多い状態がここ数十年続いている。で東京だけがですね一貫してこうプラスのところが多いんですね。で唯一マイナスになっているのはこのバブル崩壊の後ぐらいの年ですね。ですからこのま東京にたくさん人が続いているという状況が数十年続いているというのは今よく言われる東京一極集中の原因となっているというふうにも考えることができるかと思います。 じゃあですね今、東京にこう流れ込んでいると、そうすると日本中から東京にこう人が入ってきていて、それ以外では移動がないのかなと思いう気がいたしますが、必ずしもそうではないんですね、えーか。かなりたくさんの人たちがいろんな場所を行き来しております。ただ、その行き来する中にもパターンが見て取れる。 でこちらにお見せしたのはですね地域間の移動前と移動後の住所地との関係です。ですからここの北海道、東北から北海道、東北と書いておりますけれどもこちらはですね北海道、東北地方のどこかからその地域内のどこかの都道府県に移動した人の数でこれは単位は万人ですからある2010年に7万人の人がそうやって移動したということを表します。でこのグラフこう、まあ 細かく見ていただく必要はないんですが大きさだけざっと眺めていただくとですねやはり同じ地域内で移動している数字がどこも大きくなっておりますですから近い場所近い都道府県の間で人は行き来しているとでそれと同時にですね日本全体で見ると南関東に向けて動いている人が多いというのが確認できるわけです。 ですから今の日本では近い場所で行き来していると同時に東京に向かって人が流れていっているというのがまずこれで確認できます。でじゃあですねもう東京にどん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 人が集まってるだけなのかと言いますとそうではなくてその地方の地域の中を見てみると同じようなことが地域の中で起きていることが分かります。でここでは例として、えー、九州の様子を見ていただきます。 これは九州の中の移動の様子をまとめたもので、先ほどと同じように見ていただけます、移動前の住所地と移動後の住所地を対応させていて、その数字が移動した人の数を表していて、今度は1000人です。ですから、でこれは同じ県の中で移動した人はカウントしていませんので、ここは福岡から福岡の移動というのは表に表れておりません。 でえー、ここだと佐賀から福岡には7000人の人が移動しましたという表になっておりますでこちらを見てみるとやっぱりですね、えーまあ、隣接する県都道府県への移動というのは結構多いとでそれと同時に九州の中心である福岡県への移動が多くなっているんですねで先ほどと同じパターンがこの中にこう入っているわけですで九州の中では やっぱり隣接するところに移動する人が多くてそれと同時に福岡に行く人が多いとさらにですね細かく見ることもできますでえっとちょっと表は用意していないんですけれども都道府県の中を見るとですね今度は県庁所在地に向けて人は移動します隣近所の市区町村の間を移動する人が多くそして県庁所在地に向けて人が流れていってるんですね ですから入れ子のような形が人工移動のパターンについて成り立っているということがよく知られていますでじゃあですねそういった移動の結果どんな感じの都市規模の状況が成り立っているのかというのを見ていただくことにしますでそこでですね、まあ、切り口はいろんなやり方があるんですけれどもここではですね都市圏というのに注目したいと思います で都市圏というのは何かというと、まあ、中心となるような都市をかんあのまず決めてやってでそこに、まあ、付随するというかそことつながっている場所をどんどんくっつけていくわけですねですから例えば東京で言いますと、えー、23区というのは間違いなく、まあ、都心のような状況になっているとですからそこを定めてそこに向けて通勤している人たちがどのぐらいいるのかなというので えー、その広がりをこう作っていくわけですね。で、えー、とその中心都市を先ほどの人口集中地区にどのぐらい人がいるのかというので定めて、えー、そこに通ってる人がたくさんいるところをその中心都市の周辺都市と考えるそうやってどん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 合算していきます。 でもちろん東京だとです、ね、横浜や千葉といったところも都心のようなものですので、えー、副都心も考慮しますでそうやって圏域を作ったものを、まあ、都市圏、えーまあ、都市雇用圏とか書いてますけれども都市圏と呼びますでその都市圏というものを作った時にです、ね、歴史的によく知られている経験則がございますそれは何かと言いますと順位規模の法則というものです これは何かと言いますと、都市圏をですね人口規模で順位付けします。日本で言えば、東京大都市圏が1位、2位が大阪大都市圏、3位が名古屋大都市圏、そうやってこうずっと順位付けしていくんですねで。その順位付けすると、その順位と規模との間に一定の関係があると、関係がよく見られるということが経験的に知られていました。で実際に えー、それをこう並べたあ表あグラフでございます。でこちら横軸にですね順位をとっています。でちょっと対数というのをとっているんですけれども、まあ、順位だと思ってもらってばいいんです。で縦軸の方が都市規模これ人口規模でございます。都市規模と順位との関係をですね散布図としてこう書いてやります。そうしますと、えー、日本だけではなくてアメリカやヨーロッパのいろんな国について えー、かなりこの直線に近いような形になるということが分かっているんですね。で特に、えー、この都市規模をおお、まああのー、立ち軸にとってで、えー、こう線を書いてやるとですね、えー、直線の形になるんですけどもその傾きがあ特にマイナス1に近くなるということがよく知られているんです。 でこれがですね何でかわからないんですけれどもいろんな国で成り立つとでいろんなまあ直線の形曲線の形あるんですけどなぜかこの形に収まることが非常に多かったんですねでこれは別に経済学の世界で議論されてきたことではなくて、えー、地理学の世界で議論されてきたことなんですで長年地理学でそういった経験則が観察されてきてこれ何で起きるんだろうなというふうに言われてきた けれどもえー、それについて一定の答えを出たあのが出たのがですね、えーまあ、90年代の終わりでしたでとある経済学の論文でですね、えー、こういう、まあ、都市規模の分布が実現するのはあ都市規模の成長について、えー、ある条件が満たされた時だけだというのが分かったんですねでそれはどういう条件だったかというと都市規模の成長率の、まあ、平均と分散ですね えーまあえー、大体どのぐらいどの年も成長しているのかっていうの成長率っていいますけれどもそれの平均的な値と散らばり方っていうのがあ都市規模そのものと関係がないとで非常にこうランダムに成長してるんだとでそうするとこの関係が成り立つんだというのが分かったんですねでそこでじゃあそのお条件を手がかりにしていろんなシミュレーションが行われました でその結果、ですね、えーまあ、こうかなりいろんな国について先ほどの都市規模分布を再現することができるようになりまして、えー、で日本についてもですねそれがあその考察を当てはめることができるようになりましたでそうしますと、えー、先ほどの,このグラフを見ていただくとお、まあ、直線で禁じできるのはこの真ん中のあたりなんですね。 でここは先ほどの、まあ、ランダムグロースと呼ばれるので、えー、この経験則はあのー、じゃあ説明できるだろうとただこの外れてる部分っていうのが必ず出てくるんですね大体どの国見てもこ,うこの経験則からこう何て言うんでしょう必ずと言っていいほど規模の大きな都市について外れてる状況が出てくるということも分かってきました でそれをですね示した論文もありましてその結果に基づいて考えるとですね特にその国の中において一番大きな都市とかについてはですね人を集める力とか分散させる力とかその辺の働きが非常に強く出てくると。でこれはシステマテマィックに生じるもの でそれをちゃんと考えるとこの都市規模というのを全部説明することができるんだということが分かってきたんですね。で日本に関して言うとですね先ほどの経験則である順位規模の法則というよりもおとあの東京とか大阪の規模はうんと大きくなりますですから先ほどのランダムグロースと呼ばれる状況から外れてしまっているというわけです。 で東京、大阪、名古屋といった大都市っていうのは中小の都市よりも成長率が高かったじゃあそれはなぜかという研究が近年行われてでその結果あー、まあ、データから確認された仮説が立てられてデータから確認されたものとして集積の経済と呼ばれる概念が重要であるということが分かってまいりましたそこで次にですねその集積の経済システマティックに人を集める力があると。 でこれが何なのかということを簡単にお話ししてみたいと思います。でこの集積の経済というものをここにこう挙げてますけれども、これ以外にも人を集める力として知られているまあ仮説というか仮説でデータから検証された仮説ですね。それはいくつもございます。で、ただその中でですね、最後に申し上げた集積の経済というのが特に重要であることが分かっておりますので。 この辺さらりとお話しして、集積の経済について少し詳しめにお話ししてみたいと思います。で、もちろんですね。人がたくさん集まると、それはあのいいことばかりではありません。家の値段が高くなったり、混雑が生まれたり、長い距離通勤しなきゃいけなくなったりするわけですから、そういったものも考える必要はございます。 でえーまあ、人がどこに集まるのか、人を集める力っていうのは何なのかというのを考えたときに、まず最初によく言われるのが、ですね、えーまあ、相対的に、えー、なんかこうある経済活動をやるのに有利な場所にそういった活動は集まるんだと、でこれは、まあ、あ例えばあなんか太平洋ベルトに、えー、工業製,製造業が集まるとかいったものを説明することはできるわけですね。でそれはあの港が近くて、えー、輸送に便利だから っていうのがあるわけけですけれどもただこれだとですねその産業以外のものが集まることは説明できません他にも移動不可能な生産要素があればそれを生産できるところに企業は集まりますそうやって炭鉱町や鉱山町というのが生まれるわけですねでさらにはある一つの企業が大きければそこに工場町が生まれたりもします でそうやって都市が生まれることもあるわけですけれども例えば東京などを見ていただくとある一つの企業が東京を支えているわけではございませんたくさんの企業が集まっているわけですからこの話も東京とかを説明することはできないでさらに、まあ、政府があるとその政府の存在そのものが都市を作るケースもあります例えばワシントン DC とかそういった政治都市というのは政府があることが街を作っているわけです ただこれも東京のような大きな町にはちょっと当てはまりが悪いわけですね。でそうやっていろいろ候補が探られていって最後に生き残ったのが集積の経済と呼ばれる考え方です。でこの集積の経済と呼ばれる考え方はですね、まあ、経済学にちょっと独特な考え方である外部経済と呼ばれるものの一種です。でこの外部経済っていうのは何なのかというと。人や企業が 自分が何かこうアクションを起こしたときにそれが他の人に意図せざる影響を及ぼすとその意図せざるような影響のことを外部経済と呼びます例えば満員電車に乗るときにですねえもうびっちり人が入っているところにギュッと入り込むそうすると当然入った私はですね混んでる電車だなと思うわけですただそのときに実は私が入ったことによって他のお客さんを圧迫しているわけですねただそのことは 私は普段考えません自分がどれだけ窮屈かということを考えながら乗るわけですねそうすると他の人を圧迫する効果は意図せざる効果ですのでこれは外部経済の一種で特に良、えーまあ、くない外部経済ですね外部不経済といいますけれどもそういうものになるわけですでこういった外部経済不経済の一種として人が集まるメリットというのがあるんだということが近年の研究で分かってまいりました でさらにです、ね、その外部経済の及ぶ範囲によって、えーまあ、地域特化の経済とか都市化の経済とかいう分類が行われます。で地域特化の経済はあ特定の産業の中だけに広がるような外部経済で都市化の経済は産業を超えて広がるような外部経済ですので東京や大阪といった大都市の形成にはこの都市化の経済が最も重要であると考えられています。 で例えば、ですねこれ、写真あの豊田市の写真ですけれども、いわゆる工業団地なんですね、でいろんなタイプの製造業の工場が立地しているで、これは先ほどの地域特化の経済の1種類と考えられますで。さらには、これは神保町の写真ですけれども、神保町の中にはたくさんの古書店が並んでいます。 でえー、ただし、まあ他のお店がそんなに集積しているわけではなくて特に古書店が並んでいると同じ業種が並んでいるわけですからここで働いているのも先ほどのお地域特化の経済の一種だろうと考えられるわけですところが、これは渋谷ですけれども渋谷を眺めてみますと、えー、これはですね、えー、ある一つのお店ある一種類のお店で渋谷が成り立っているわけではございません。 いろんなお店があるわけですでそのいろんなお店がお客さんを引きつけているわけですからこれは産業を超えた外部経済で都市化の経済だと考えられるわけです。でじゃあですねその集積の経済ってなんかこう外部経済とかなんか名前だけつけましたどういうところから生まれるのかというのをごくごく簡単にお話ししてみます。 でまあ、特にです、ね、その後の研究結果でデータで検証されているようなお話だけ持ってまいりました。でまず最初にいろんな方と取引できるような場所にいるとです、ね、なんかあるショックが加わるとある企業がぽこっと潰れちゃったとっいう時に他の企業と取引が行われやすくなりますのでそういったショックに強くなるというようなことがございます。 で少し似ているんですけれども、人を雇うときにも、ですねたくさん人がいるところで雇うと、その企業が欲しい人材を見つけることができるかもしれない、でその雇われる側からすると、自分が働きたいと思えるような仕事っていうのが、たくさん企業があるところのほうが、そういった仕事につける可能性が高くなると、そういう相互作用があって、まあ、いわゆる適材適所みたいなものが働きやすくなるというふうに考えられています。 でこの特にこの2番目の適材適所みたいなお話というのは別に新しい話ではなくて100年以上前にです、ね、アルフレッド・マーシャルという方がもう既に本に書いているようなことですので割と普遍的なお話ではないかなとでさらにはシリコンバレーに代表されるようなイノベーションに特に重要と考えられていますが人や企業の交流からイノベーションとかそれから知識のルフですねそういったものが生まれると。 でそれによって、えー、たくさんの新しいアイデアが生まれるんじゃないかと。でさらにはその企業の間の取引自体も集まっていればその楽にこういろんな企業とお話ができますので、えー、これもメリットになるはずだというふうに考えられている。でまあ、この辺がです、ねえーまあ、データからよく検証されるう集積の経済でございます。じゃあそういった集積の経済があるとなぜ人が集まるこんなにたくさん集まるようになるのかと言いますと先ほどの 比較優位とか公共財の生産政府の存在とかとは違ってですね集積の経済というのはサイクルを生み出しやすいことが分かっていますでこれは一つの例で申し上げるんですけれども、まあ、たくさん消費財があるというような場合の例をここに持ってまいりましたで例えばですね、えー、たくさんいろんなものが買えるようなと,ところがあると例えば東京とかってそうですね えー、渋谷とか新宿に行けばですね、えー、欲しいものが見つかる可能性が非常に高いわけですそうするとお同じ所得を得られるんであればそういうところに住んだ方が良いだろうと言って人が集まるとで人が集まるとお、えー、そこに、まあ、企業にとっては大きな市場ですのでそこに企業がお店を出し始めるでお店が増えると先ほどのおバラエティーというか 欲しいものが買える可能性がさらに上がっていきますのでさらに消費者が引きつけられるとでそういうサイクルがうまく働くっていうことはは集積の経済でで一般に起こりやすすくなるんで,す、ね、でそうやって、えーまあ、この累積的なサイクルが起きると、まあ、東京とか大阪みたいな大規模といな都市というのが生じやすくなるということが分かっています。 さらにはですね、えーまあ、都市をこう眺めてみていただくと、東京とか大阪だとですね、非常に、まあ、あいろんな材が手に入る、材やサービスが手に入ります。先ほど神田の古書店街見ていただきました。そうすると、あそこの本屋さんに行くとですね、えー、ありとあらゆる分野の本が並んでいて、で、絶版になった本とかも手に入るわけですね。ただ、ちょっと規模の小さな都市に行くと、そういう本を探すのはものすごく大変になります。例えば名古屋に行くと、 えー、鶴舞といいう地域に古書店街少しございますただ神田の神保町の古書店街に比べるとうんと規模が小さいわけですねそうすると専門的な本を探そうとしても見つからない可能性は出てまいりますさらには県庁所在地の地方の県庁所在地の都市に行くともう古書店街というようなものはおそらくなかなか見当たらなくなると思うんですねそうすると都市の規模によって いろいろ提供されるような材が違ってである種の階層構造になっていると考えられるわけです。東京の一番大きな都市では最も多数の種類の材が利用可能だ。でもうちょっと小さくなると利用可能な材やサービスの量がぐっと減ると。 そういう階層構造があるわけですけれども先ほどの累積的なサイクルのモデルを使うとですねそういう階層構造もうまくシミュレートできて、えーまあ、大都市から中小の都市までの広がりがですねうまく再現できることが分かってきていますでもちろんですね今申し上げたのはあの人が集まるメリットだけですで人が集まるとまあ一見こう迷惑になりそうな要素もこういろいろ出てくるわけですね で典型的にはあ住む人にとってちょっとこう困ったもんだなと思われるのはあ住宅や土地がの値段が上がってしまうとで、えー、それによってちょっとこう住まいにかかるコストが上がってしまうという側面があるでその裏返しとして、えー、購入可能な家を買,おうこう買って住もうとすると長い距離長い時間通勤しなければいけな,いけなくなるということで、えー、通勤のために金銭的なお金、えー、から時間かかってしまうと。 でさらにはそのいろんな場所に行き来するための混雑も問題になってくるわけですね。で、実際ですね、えー、日本のデータを使った実証研究によりますと、えーまあ、90年代前半の研究ですけれども、都市規模が2倍になると、ですね、名目賃金が約10%ぐらい上がると、まあ、日本の都市全体、平均的にですね、ということが分かっています。一方で、都市規模が2倍になると、名目賃金を一定にすると、 実質賃金いろんなこう住宅の値上がりとかですねそういうのを差し引いたものをですねそれが二7から12%下がるとだか,かなりこうそのメリットデメリットがこう打ち消し合うような状態になってるなというのが分かりますでさらに最近の研究ではですね、えー、その都市化の費用ですね集まったとことのコストですねその上がり方っていうのがあ小さな都市だと4%ぐらい 弾力性っていうのは人口が1%増えたらどのぐらい費用が上がるのか何パーセント上がるのかを指すんですけれどもそれが10万都市だと4%でパリだとですね10%だとこう規模によってですね上がり方が全然違っているということまで分かってきていますじゃあですねこういうまあメリットデメリットがあるわけですけれどもそれをどういうふうに考えていったらいいのかと。 言いまますすとと、まあ、模式的にちょっとお話ししてみますで例えば、ですね集積の経済と先ほどまあ人が集まるメリットとしてお話ししましたでこれが横軸、都市人口縦軸がそのメリットだとしたときに、まあ、人が増えるとそのメリットがこう生まれてくるわけですねただ、無尽蔵にそのメリットが上がっていくとは思われませんのでどっかで頭打ちになるだろうと考えられます。 で一方で、えー、そのデメリットに当たるコス費用の上昇分ですね、これを見てみると、先ほど見ていただきましたように、都市規模が大きくなると、費用がぐっと上がるということでしたので、えー都市えー、人口規模が増えたときの上がり方がこう急になっていくようなのを想定しています。で、そのお、まあ、差し引きしたものが、準便益みたいなものになるわけですから、この山形をしたものが、 人が集まっていった時の魅力の上がり下がりを表すと思ってください。で、まあ、こういったシチュエーションを想定して人の移動がこのメリットデメリットの相対的な大きさで生まれると考えた時にどういった状態で人の移動が止まるのかというのを考えた一連の研究がございます。でそのの研究結果を眺めまますと人の移動が止まって 落ち着き先として生じるのがですねこの便域のこう山のですね下がっている部分のどこかに決まるということが分かっていますで一方でこの山形から見えるように一番こう望ましいのはこの山のてっぺんですねえメリットとデメリットの差が一番大きいわけですそうしますとこう人の移動をこう許して落ち着き先を考えるとどうも人っていうのは都市に集まりすぎる傾向があると で過剰都市化が生まれるんではないかというふうに考えられているわけです。ただ一方で我々が今目にしているのは東京に人が実際に流れ込んでいる状態ですのでこう落ち着いた先というのはその行き着く先なわけですね。じゃあ今現在移動が起きている状態でそのメリットデメリットの関係をどう評価したらいいのかとそれを考えた研究もございます。 でこれはどうやって考えるかというと先ほどの外部性っていうものに注目します。でこの外部性っていうものに注目してその外部性の効果に見合った税とか補助金っていうのを考えてやるんですね。そそののので、の税の総額と、 都市の地代地価と地代って、えー、も関係があるわけですけれども、まあ、1人当たり支払う土地の対価が地代ですねそれをずっと足し合わせて売買するときのお金が地価になりますでその地代とその2つを比べてでその、まあ、求めた補助金とこの地代の総額とを比べることで、えー、都市が過剰に大きくなっているかどうかを判断できるということが分かっています ここではもうその結果だけさらりとご説明しますけれどもこちらのそれを実際に求めてやった研究結果ですただし地代のデータが日本では手に入りにくいので地下で代用していますでこの地下とですね先ほど申し上げた外部性集積の経済という効果に見合った補助金額の推定値これを比べてみます でこれを比べて、まあ、地下とこの補助金総額で割るんですけれどもこの値が大きいほど都市の規模が大きくなりすぎているということを示していますでこれ大阪名古屋京都神戸福岡札幌大都市圏についての結果ですでこう見ていただくとですね東京大阪だけが他のところに比べてぴょんと大きくなっているんですね そうすると、まあ、この結果からですね、えー、東京と大阪が絶対的に大きいかと絶対的に過剰になっているかというのは判断できないんですが相対的に京都や神戸福岡札幌に比べると課題になっている可能性が非常に高いということが分かりますで。こういうふうにです、ね、東京と大阪についてはかなり高い確率で、えー、過剰都市化が生じているという結果が得られていますので。 例えばあその地方交付税とかそれから東京一極集中の是正それから地方創生といった議論というのは、まあ、ある種う、まあ、こう理由のある話だと考えられるわけですただまあ地方交付税に関してはあ大阪は不交付団体に入っておりませんのでそちらはちょっと考えなければいけないわけですが少なくとも東京が少し大きくなりすぎている可能性が高いというのはあ理由のない話ではないんだな いうのがあ分かりますで、えー、っと最後のトピックとしてですね、えー、その人口移動とおだけではその人地域の人口というのは決まらないと申し上げましたで当然ですがあそこで生まれる人の数というのは重要なわけですね。で今日本ではいわゆる少子高齢化というのがこう議論されていて問題視されています。 でこちらの出生率の低下を表すグラフなんですが横軸時間で縦軸に出生率をとっておりますでこれを見てみますと戦後一貫してですねずっと下がってきてるとで政府の目標として当面1.8ぐらいで,できれば 2. いくつにしたいというふうに目標を立てているわけですが今のところこそう全然こう達成できる兆しが見えないわけですねところが こういうい出生率もですね地域間で大きな差があることが分かっています。でこれちょっと細かいんですけれども都道府県とその出生率を並べたものでこの山がこうギザギザしているのを見ていただければ十分です。でこれを眺めていただくとですねぐっと低いところとまあまあ高いところがこう混ざっているんですね。特にまあ沖縄県は高くて有名で,で東京とか大阪辺周辺というのが低くて有名です。 そうするとなんとなくですけれども出生率低い地域っていうのは人が減りそうな気がするんですね当然次の世代生まれてくる人が少ないわけですから人が減っていきそうな気がしたりしますただし先ほど見ましたようにその地域の人口というのは出生とか死亡とそれと社会的な移動と両方で決まってきますじゃあその二つを結びつけるとどういう絵が見えてくるのかというのを見てみることにします でこちらはです、ねえー、っと先ほどの人口移動のパターンですね社会的な増減を都道府県について見たグラフです。で横軸が都道府県で縦軸に順転入率と、まあ、これがプラスだと入ってきてるマイナスだと出ていってるというのを表しますでそう見てみると、まあ、プラスになっているところマイナスになっているところいろいろあるわけですね。 で、これと先ほどの出生率と結びつけてみます。そうすると、まあ、すごくざっくりした絵ですけれども、なんとなくこう関係しているなというのが見えるわけですねで。こちら横軸に先ほどの順転入率をとっています。縦軸には合計特殊出生率をとっています。で、こう点をこう打ってみると、なんとなくこう右下がりになっている。 ということは、転入率が高い人が流れ込んでいる地域っていうのは出生率が低くなってで転入率が低い人が出ていっているところで出生率が高くなっているなという関係がどうもありそうだなというのが見えてきます。でこちらはですね、ある1年のデータなんですけどもこれ、さかのぼってみても数十年間大体いいこの傾向が続いています。で、そうやって続いているということはこう流れ込んでいった先に人が増えている可能性があると。 じゃあそれがどうなっているのかを見てみるために横軸をですね人口密度に変えてみます。で、ままですで散布図やっぱり作ってみるとおまあ人口密度が高いところっていうのはどうも出生率が低くなるとで、人口密度が低いところで出生率が高くなるというパターンがまあ,あるようだとでこれもですね、かなり数十年間成り立っている経験則ですでちょっとと外れているところはございます。 でここ、ぽこぽこっと外れてるんですけども、この上に外れたところが沖縄県です。で、こちらあの、まああのー、かなりですね、いろいろ産業構造とかも違っておりますので、えー、他のところと同じ風ふうに考えていいかどうかがちょっとわからないとで、この下に外れてるのは北海道でございます。で北海道も他のところとちょっと違うのがです、ね、札幌にものすごく多くの人が集まっております。なののでそちらの影響がすごく強く強出て で人口密度って取ると札幌以外の場所がぐっと入ってきますのでちょっとここは他のところと区別して考える必要があるかなとで、まあ、これはすごく荒っぽいお話なのでもう少し細かく見たグラフもお見せしておくとこれは市区,あの市区町村レベルで見たものです市区町村レベルで見ても大体同じパターンが出てきて でかつですねその後、まあ、いろんな統計処理を施していってもですねその関係が成り立つことが分かっていますでさらにこの関係この経験則はですね日本だけではなくていろんな国で成り立っていることが知られています、まあ、たくさんの国こうあるんですけれども、えー、いろいろこうパターンが出てくるわけですねただまあこれ 先ほどの集積の経済とも関係することが分かっていますのでそのお話だけごく簡単にして私のお話を終わりたいと思いますでまあ子育てに関わる、まあ、メリットデメリットにですねこういった集積の経済というのがかなり深く関わっていることが近年の研究で分かっておりますで例えば教育機関これは学校とか保育園を含めて考えなければいけない問題ですね でさらにはあ先ほどの集積の経済のメリットがあると働く時の、まあ、魅力度みたいなものが変わってきますので、えー、子どもを持つインセンティブがなくなってしまう可能性があるわけです。でもちろんですね都市化が進んで、えーまあ、住宅が高くなるとそこに住むために子どもを持つと広い家が欲しくなりますのでそういうものも影響するだろうと。 でさらにはその政策までも影響を受けるのでまあ、こういった問題はあの深くリンクしてくるというふうに考えられていますちょっと最後駆け足になりましたけれどもこれが私の報告のまとめですどうもあのご清聴ありがとうございました